この動画では、大気拡散モデルの理論的背景を、経済産業省が配布しているメティリスを例にしながらご説明します。最終的な目標は、大気拡散モデルメティリスを実際に使用してリスク評価を実践することです。しかしいきなり使用するのは難しいため、この動画でどのような流れで評価が行われるかをイメージしていただくことを目標とします。 まず、メティリスとはですが、工場等から排出された化学物質がどのように移動していくかというものをパソコン上でシミュレーションできるソフトとなっております。右の図で示している通り、排出された物質が風などの影響によって拡散し、どのような濃度で分布するかというものをビジュアル的に見ることができます。メティリスは、一般社団法人産業環境管理協会のホームページから 無料で入手することが可能となっており皆さんの手で評価をすることが可能となっております本動画で説明する内容は大きく分けて大気拡散モデルのイメージ大気環境濃度の算定方法の2つに分かれており以降順に説明いたしますそもそも化学物質がどのように飛散するかについてですが こちらは下の図のように風などの影響を受け、遠直垂直方向に拡散をしていきます。基本的に大気環境中濃度は排出源からの距離が近いほど高くなりますが、下の図のように A さんの場合、化学物質が地表に初めて落ちるまでの間はその限りではなく、曝露濃度は低いことになります。この図では 最も高い濃度で暴露するのは b んということになります。大気拡散の計算式、モデルというものは様々あり、それぞれ特徴があります。メティリスでは、その使用用途から、プルームモデルというものを用いており、こちらのプルームモデルは、風がある際、煙の拡散を定量的に予測するためのモデルとなります。このモデルでは、風速や大気の状態から、 化学物質が拡散し、左の図で示しているような濃淡をの分布を示すことになります。また、右の図のように排出高さ等も考慮し、3次元的に計算を行っています。こちらの図は水平方向に切り出した濃度分布になっており、距離が近いほど濃度分布が高く、距離が遠いほど低くなっていることが見て取れます。 具体的にどのような項目が影響しているかについては後ほど説明いたします。ここからは実際プルームモデルを使用した計算方法についてご説明します。濃度の算定には1時間レベルでの短期のものと年間レベルでの長期のものがあります。短期の濃度算定方法は示している図のような流れになっていまして さまざまな値を用いて使用していますが、実際に評価する際に用意するデータはこちらの3つになります。気象データは気象庁等が出している日射量及び風速等のデータ、また化学物質の排出量、排出高さについては、事業所から排出されている実際の排出量や煙突の高さを用いることになります。続いて、 年間レベルの長期での濃度の算定方法ですが、こちらは基本的には先ほどの短期の濃度の算定方法を用いて、それを拡張した方法になっております。具体的に違う点としましては、短期は1回の濃度算定で終わるのに対し、長期では期間分に合わせて時間を区切り、時間ごとに計算をし、最終的に 計算時間を合計の期間で重ね合わせて、長期を平均化して算出していることが異なる点となります。ここからは、先ほどの計算の流れについての個別の値についてご説明します。まず、拡散パラメーターについてですが、こちらは化学物質の拡散の度合いを示したもので、 距離や待機安定度の影響を受けま,すまず距離についてですがこちらは直感的にご理解いただけるかと思いますが下の図の赤と青い線の部分で濃度分布を切り出すと中央のようなグラフになりまして例えば青い部分を見てもらいますとこちらは中心の方が濃度が高く周辺部分では濃度が低く出ております。 しかしながら距離が少し離れている赤い部分では中心の濃度はそれほど高くなく周辺の距離の部分までなだらかに分布しており距離が離れるほど拡散の幅が大きくなるということが分かるかと思います続いて大気安定度の影響についてですが大気安定度とは大気中に何らかのものが出ていったときの 動きやすすさのことであります例えば天気予報で大気が不安定ですというのはこちらの大気安定度が不安定であるということと同義であります大気が不安定な時は風があちこちに吹いてしまうため化学物質は拡散しやすくなります逆に大気安定度が高い時は化学物質が拡散しにくくなります その結果、えー、図で示しているような形になります。中央に示しているパスキルの安定度階級という指標が大気安定度の指標となっており左側の A であるほど不安定であり右側の F であるほど安定となっております。実際の A 不安定の時は左の図で示しているように大きく広がっており F に行くにつれて狭くなっていることが 見て取れます続きまして2つ目の要素になりますが化学物質の排出高さについてですこちらは比較的イメージしやすいかと思いますが基本的には化学物質が排出される煙突や放酸等をイメージしていただければよいかと思いますしかし煙突の高さや放酸等の高さがそのまま計算に使用されるわけではなく 条件にによっってて高さの補正がが必要になってくる場合があります例えば一つ目に化学物質の排出速度が風速に比べ小さい場合は物質が地上へ降下するダウンウォッシュというものや排出されるガスが周囲の外気の気温と比べて高い場合には浮力上昇による上昇が起こるということが考えられます。ティリスではこのような効果を考慮し 化学物質の排出高さを補正するという機能が備わっております。実際に左の図のようにダウンウォッシュによる効果というものが示されておりまして排出口の高さよりも低くなっておりこのように高さの補正が必要になってきます。また右の図のように浮力による上昇ということも起きることがありまして補正後 さらにダウンウォッシュの効果と合わせて補正が必要になってくる場合があります。今までは計算の手順についてご説明してきましたが、ここからは計算の条件を変えたときに、その濃度分布がどのように変化するかということについてご説明いたします。大気拡散モデルでの入力値となる計算条件を変えた際に、その濃度が最も高くなる 風下方向につきまして図のように赤い点線の方向について評価することとしていますまたこの際評価高さを1.5メートルとしていますがこちらは人の鼻や口までの高さを模した高さとなっております実際に計算させる際のパラメーター変化させるパラメーターは4つになっておりまして拡散パラメーター風速 化学物質の排出量排出出量高さとなっております具体的な計算の条件について見ていきたいと思います。表に示す通りになっておりまして、排出量、風速、大気安定度、排出高さを変更することによって、その影響を見ていこうというふうに考えております。また、評価地点と評価高さは固定としております。まず、化学物質の排出量の変化による 濃度分布の影響を見ていきます。こちらは図で見てわかるとおり、排出量が多くなればなるほど、濃度分布というものは高くなり、分布の広がり自体は影響を受けておりません。そのため、排出量が2倍になると、濃度が2倍になるというような形になっております。 続きまして、風速の変化による濃度分布の影響についてです。こちらの場合は、濃度が風速に反比例し、風速が大きいほど濃度が低下することが見てわかります。そのため、例えば風速1メートルですと、最高地点、濃度の最高地点が最も高くなっており、1メートルずつ 風速が上がが上るたびに等間隔ではななく反比例ししら低下をしております3つ目、拡散パラメーターの変化について、これが濃度分布に与える影響についてですが、少しグラフが見にくくなってしまっておりますが、右の0から200メートルを拡大した部分について見ていくと、 大気安定度の値がより安定になればなるほど最高濃度の地点が遠くなっていきます。こちらは大気が安定していると拡散の度合いが狭くなるためより遠くまで化学物質が運ばれるためにより遠くまで物質が届くことになりその結果最高濃度の地点が 遠くなるということににになりますす最後に排出高さによる濃度分布の変化ですこちらは右の対数で示しているところを見ていただけると分かるかと思いますが排出源付近で排出の高さが1 5メートルの評価高さの近くで、まあ、濃度が高くなっておりますが 100m を過ぎるとそこまで大きな差はなく ほぼ同程度となっていくことが見て取れるかと思います。以上、まとめでございますが、本評価において、えー、条件を変えた拡散パラメータ、排出高さでの風速、排出量、排出高さについてですが、1番と2番については、気象データの値を用いているものでありまして、化学物質管理の観点からは操作をすることができません。続いて、 排出4番の排出高さについてですがこちらも同様に煙突,を高す煙突の高さを操作するといったことは現実的に難しいかと考えられます以上のことから化学物質管理の観点で大気環境濃度を下げるということを考える際には3番の化学物質の排出量を操作することが最も重要になってくると考えられます以上で 大気環境濃度の理論的背景の説明については終わりにしたいと思いますが、この後メティリスを実際に操作する際には、別途メティリスの操作を解説している動画がございますので、そちらをご覧いただければと思います。以上で本動画を終わります。